馬鹿な新聞はなよのあんなところにやったことだ何なんだすか。<ー>天の力じゃない、あんたなところやったことない。日本人的な感覚で言って。子羊が。本当はね、この子羊のようにおとなしくしていたいですが。こんばんは。宮宮門です、えー。激動の7月が終わり、えー、8八月に入りました。まあ、あの、私にとって、この7月は。 私の人生にとってもですね最も濃密なあ期間でございましたもう、あのー、参議院選挙は、まあ、ご存知のように党としてもあるいは私個人としても大惨敗でしたそしてそのまさにその参議院選挙の渦中に起きた安倍さんの事件これも 私も、あのー、自分自身もびっくりするくらい、その後、そのショックを受け,た受けました、そして、これはもう個人的なこと,あのことでございますが、長年の政治的な友人であった人のが、まさにその参議院選挙の直後に急死したというようなこととか、もう本当に。 あもうここ,これまでここまでかというくらいにですね、えー、わずかな期間にいろんなことが重なってまああのー、本当にちょっと私としては勝ってないほど。 落ち込んだ時時期もありましたしかしたか、まあ、は進んでおりますあの当然ですね、いろんなことを処理していかなければいけないということで、とりあえず選挙の場合、例えば、選管に出す決算報告とかです、ね、そこら辺はもうタイムリミットがありますので、粛々とそうしたことを片付け、まあ、大体7月でそこら辺の整理は終わり、8月を迎えたわけでございます。 でまああのー、ここで,です、ねえー、若干、もう1回、えー、今までの,この、まあ、3つの事件ですね、私にとってので、まあ、特にあの個人的なことは別にして、まあ、選挙の総括とそして安倍さんのことをどう受け止めるかといったようなことを今日お話したいと思います。でまあ、あの選挙に関してはです、ね、これあの水嶋さんも 別の番組で言ってましたように失望はしても絶望はしておりませんというのはもうご承知のようにあまりにもいろんなことがあってですねあれもやれなかったこれもやれなかったということだらけだったんですよですからこれが完璧にいろんなことをやってこの結果であればもういかんともしがたいわけですが別な意味で言えばですねあまりにも 後悔が多い選挙でした。ということは、まあ、そこら辺をクリアすれば、またなんとかということもありえると、まあ、あのもう一回参議院に挑戦するかどうかというのは別ですよ別ですけれども、まあ、そうした意味で,です、ねえー、絶望はしておりません、そしてもう一つ、安倍さんの死。 これはです、ねあのー、私などもお安倍さんの批判というのはもちろんしておりました、えー、とりわけ経済政策に関しては本当に、あのー、批判をしてたわけですがしかしやはり前も申し上げたように心のどこかにはです、ねえー、そうは言ってもお安倍さんという存在があれば日本は少なくとも最悪の事態には陥らないだろうというような何かある種の保険のような 感じはあったんですねしかし安倍さんがこういうことになってしまったこれはですから私自身もですね、あのー、自分自身でもびっくりするくらいちょっとこの安倍さんの死というもののショックは大きかったですしかし、えー、そうしたことも乗り越えていかなければいけないと思いますでとりわけ安倍さん亡き後の自民党まあ これはもういやでも、おでも岸田さんに頑張ってもらうしかないんですが、まあ、安倍さんの意思を継いで、まあ、岸田さん頑張ってもらいたいですがしかし、やはりそこには当然限界があると思いますじゃあ、岸田ノート言ってですよじゃあその後誰かになるかというと茂木さんとか林芳正さんとかあるいは河野太郎さんこうした名前を挙げていくだけでもですね本当に安淡としてしまうんですね。 でも、まあのー、もちろん高市さんになってもらうのが一番なんでしょうけれども、まあこれは安倍さんが健在であってこその高市さんということで言うとですね、えー、なかなか難しいなと客観的に思います。それでもういもう一つは国際情勢ですね。もうあのー、もう安倍さんが亡くなって、えー、もうそろそろ一ヶ月になろうとしておりますが、この間もう。 ウクライナの戦争は全く膠着状態に入っているとで、えー、これは私も再三このコラムでも申し上げてますようにウクライナ戦争がどういうふうに決着をつけるにせよもう嫌でも嫌でもこれからロシアは中国と接近せざるを得ないそうすると日本の周りにロシア中国北朝鮮というとんでもない国が取り囲むような状況になるわけですね。でこの状況において 安倍さんなき自民党がどう対応できるか、私、非常に不安です、そして、えー、一方、皇室の問題、男系男子、これもお安倍さんなきゃあと、本当に大丈夫かなという気もいたします、もう、あるいはこれや、安淡としてしまうわけですが、安淡としていたは、これは本当に、えー、安倍さんにも申し訳ないと思います。えー、そして、えー、今の状況を見見れば見るほど 国盛りが本当に必要だなとといいうこをを痛感をいたしますですからこれは我々の力不足でこれができなかったということは本当に残念なんですがこれにあの大げさに言日本にとっても本当に残念だったと思いますしかしまあそのいつまでもですね後ろを向いていらは,はいられません少なくとも今の情勢自民党はもう 期待はできない安倍さんがいた頃の自民党でさえ我々期待できなかったから「新と国もいい」というのを立ち上げたわけですがもっともっとそうなってしまったとだとするとどうしても私どもはこれで立ち上がらなければいけないということを本当に改めて思ってますそしてもうあの私の友人これはもう同じ保守の志を持った友人でしたが えー、この人もここち半ばで亡くなりました、まあその彼の思いも引き継いでいかなければいけないもうあるいはこれやですね、えー、私も7月いっぱいは選挙の後始末の整理に追われてましたで8月9月この2ヶ月かけて今後のいろんな展望を考えていきたいそして、えー、そのための準備も進めていきたいというふうに改めて思っておりますそして 10月を期してですね再度いろんなことに挑戦をしていきたいというふうに思ってますまああのそうせざるを得ない今状況でもありますえー、前を前を前を向いていかなければいけないと本当に改めて思っておりますまああの8月いっぱいかけていろんなことを整理して えー、そして次のステップのためのいろんな準備をしてもうそれは多分ぶ2か月ぐらいかかると思いますそして、えー、10月から一層反撃、えー、巻き返しの戦いが始まるともう戦いの時来たると。 この時時は秋とと書いても時と読ませますまさに私にとって10月はもう新しい戦いが始まる時というふうに感じておりますまあそのどういうステージで戦うかは別にしてともかく戦わなければいけないと今の国際情勢そして安倍さん亡き後の自民党の状況ということを見ればですよこれはもう私個人がいつまでも安淡としてはいられないと本当に微力でも頑張らなければいけないと。 再度思っておりますともかく何が何でも頑張らなければいけないともう自分に言い聞かせておりますそしてもう私ももういつお迎えが来てもおかしくないとしてですだからこそだからこそだからこそ本当に最後の最後まで戦い抜きとこうと思ってますこのままでは本当に死んでも死にきれないと もう安倍さんもそして、えー、我が友もいろんな思いを残して亡くなりました、えー、その思いの何千分の一か何万分の一かは分かりませんが私はそれを引き受けて戦い抜こうと思っております頑張りますそれでは